はいどうも、ロゴーチャンネルのロゴーです。今回はトボット V から出た新作玩具、ライトニングの方変形工程を動画で紹介していきたいと思います。一応説明書にのっとって変形はしますが、自分のやりやすいような手順でやってしまったりするので、その点だけはご了承ください。では早速変形させていきましょう。ではライトニング変形させていきましょう。まずは胸部のこのパーツが外れますので取ってあげます。その後に頭部の方を上から押してあげると、カチッと音が鳴りますので、ここでロックをさせておきます。で、お次に腕のパーツですけど、拳をこういう風に畳んで、上げて、これは完全に畳めませんので、この角度まで倒してあげて、反対側も同様ですね。ここまでで倒します。次に肩のパーツ、この部分をですね、この腕を動かさないように上のパーツだけこう回していく感じですね。そうするとここで一つのラインが出来上がりますので、この角度まで倒します。反対側も同様ですね。こちらの角度からやってしまいますけど、このような形になるまで倒してあげましょう。次は下半身の変形、股関節を中心に畳んでいくんですが、音が鳴るところまでしっかり畳んでいきます。次に本体を裏返してこちらのパネルパーツを展開。そうすると中からスペースができますので、この部分に足を収納していきますが、このままやってしまうとこちらのパーツに干渉する恐れがありますので、本体を少しだけ傾けることをお勧めします。この角度にしてから足を収納していくと、先ほど言ったように干渉を避けることができます。こちらで収納しきった後に初めて股関節を戻してあげましょう。その後こちらのコックピット部分を後ろにスライドさせます。そして先ほど展開したこちらのプレートも閉じて、膝の上にあったパーツ、こちらの方も閉じていきます。そして最後こちら腕のパーツなんですけど、しっかりと角度を決めた後に肩の部分にこう内側に押してあげることによって畳むことができます。畳んだ後にこちらの爪がしっかり入っているかを確認してあげて、これで一応ビークールモードにはできました。で、こちらがライトニングのビークールモード、一周するとこんな感じになっています。まあ今世界で発売しているようなね、昔からあるような車じゃなくて、おそらく未来をイメージした車だと思うんですけど、非常に美しいですね。カラーリングもさることながら流れるような流線形のデザインなんかが非常に SF 調ですし、このコックピット部分っていうのかな、こちらの部分とか、こういったパーツにクリアパーツを多用されているというのも、まあ玩具好きにはたまらない部分かなってふうに思います。でちなみに最初に取り外したこちらのパーツも一応変形ができるようになってまして、こちらの黄色い部分を展開してあげることによって動物の顔と尻尾ですかね、そういった部分が出てきます。まあ、これまでもトキというのは動物がモチーフになってたので、まあ、そこら辺をまあ意味してるのかなって思うんですけど、この辺何の動物かはちょっとわかりません。でこちらの方をですね、また戻してあげて、先ほどは V の字だったんですけど、こういう風にしてあげた後にこちらのジョイントが上の方とリンクしてますので取り付けることも可能となっております。まあ、取り付けたところで何の乗り物かちょっと分かりづらいんですけど、タクシーなのかそれともパトカーなのかちょっと分かりませんが、まあ、これはこれで面白いデザインなんじゃないかなと思います。ではここからロボットモードに戻していきますが、実は今回発売されたこちらのライトニングとクラシックの方は正式名称わかりませんが SD モードにすることができますので、今回そちらも紹介していきます。まあ戻し方は先ほどのほとんど逆ですね。腕を戻してあげてからこちらのコックピットを前にスライドする。そしてこの後足を先ほど展開したんですけど、今回それはしません。その代わりにまず腕の方の変形ですね、このように戻していくんですが、こちらの上の部分ですね、下まで落としきらずに少しだけ角度をつけてあげるような感じになっております。こんな感じですね。まあ腕が長いんですけど、SD ということで少し短く見えるような角度にしてあげるっていう風が正しいかもしれません。そうしたらば拳を展開してあげて、そして先ほど紹介しなかったこちらのパーツを上に展開すると、実は中から顔が出てくるっていう仕組みになってます。そしたらばここの部分足を開いてあげて、これで SD モードの完成です。で、この SD モード何がすごいかっていうと、やっぱり変形工程の中に一つ組み込んでるっていうこともあって、まあ普通だったらばなんか無理やりなデザインが多かったりするんですけど、このために顔を隠すパーツを一つ設けたりとか、先ほど膝だったパーツですね、この部分をちゃんと足になってるっていうところがあるので、一切無駄がないっていうのはさすがトボット V のデザイナーさんかなっていうふうに思いました。まあ SD モードとしてはこんな感じですね。まあここから変形させていきますけど、先ほどの逆の手順です。こういう感じでプレートを開いてあげた後に足を展開して、こちらの方を畳んでおきましょう。こちらも同じですね。展開した後に足のプレートを畳むと。そしたらば先ほど SD モードの足だった部分ですね、これを膝の上のパーツとして展開。肩の部分はですね、しっかりと出るように角度を戻してあげて、このぐらいですね、このぐらいまでしてあげると全然変化がわかるんじゃないかなっていうふうに思います。反対側も同様ですね、しっかりと展開してあげましょう。この際やっぱり上を持った方がいいかもしれませんね。片手だとちょっとやりづらいかもしれません。角度をつけたらはしっかりと腕を戻します。まあ、本来だったら最初にやるべきですけど、わかりやすいようにここをですね残しておきましたが、戻しましょう。そしたらは最初に外したこちらのパーツをまた V の字に戻して胸部に戻すんですが、この際にもう一つだけギミックが搭載されておりまして、それはこちらの方ですね。
はい、これで完成ライトニングだったんですけど、いかがだったでしょうか。変形工程自体はすごく簡単なんですけど、やっぱ元々のデザインがちょっと複雑だったところもあってですね、まあ、変形させるとガラッと印象が変わるところが非常に気に入っています、まあ、特にこのクリアパーツがふんだんに使用されている部分っていうのがもう見栄えが良すぎてですね、まあ、どれと飾ってもやっぱり他が見劣りするぐらいにはこっちがすごく豪華に見えます。で、また頭部のねデザインが非常にかっこいいんですよ。まあ、ちょっとまあヒロイックとはかけ離れてるかもしれないんですけど、クリアバイザーの中には見づらいんですけど、心電図のようなね、まあ、赤いラインが入ってたりするんですけど、それが非常によくできてます。まあ、こういったところはちょっとね、まあ、コンボイみたいな感じはするんですけど、まあ、ちょっとそれでもねかっこいいです。で、しかも何がすげえかって、さすがトボット V、 一応ボールジョイントになってますから、どこでも向けるんですよ。だ、多少の角度をつけることも可能です。ちなみにね、こちら可動部なんですけど、腕の方はもうこちらぐる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 回すことができます。で、肩の方もこんぐらい動かすことができるし、肘ですね、肘は変形の、まあ、都合上こういう風に動かすこともできますが、ちょっとロールは入っておりませんので、まあ、横に向けたりすることはできません。こちら側も全く一緒ですね。で、さらに股関節の方はもう横まで開くこともできますし、まあ、足はここまで閉じることができるんですが、一応パーツを逃がすことでね、多少は角度付けすることも可能となっております。まあ、これですね、ちゃんと逃がさないと割れてしまいますので、しっかりと逃がしてあげるといいんですけど、まあ、こうやってちょっと片膝立つこともできるかな。ちょっとやってみましょう。まあ、ちょっと支えは必要ですけど、こういう感じで走り出すようなイメージでね、ポージングをつけることもできたりするので、もうデザインと稼働を両立させてるこのトボット V、 さすがだなってやっぱり思わせてくれる素晴らしい玩具かなというふうに思います。まあ、変形工程としてはこんな感じですね。これで遊んだ感じと、まあ、その感想っていうのは別の動画で出しますので、まあ、そちらもよかったらね、見ていただければなというふうに思います。で、またライトニングとは別に買ったクラシックの動画もこの後上がると思いますので、よかったらそちらも合わせてチェックしていただければなというふうに思います。はい、という感じで今回の動画はライトニングの変形だったんですけど、いかがだったでしょうか。もしこちらの商品気に入っていただけましたらば、チャンネル登録や高評価で応援の方よろしくお願いいたします。最新情報はツイッターなんかでつぶやいてますので、よかったら下の説明欄にリンク貼っておきます。そちらからお越しください。それではここまでご視聴の方ありがとうございました。